オゴデイウルスの思想ゴデート、息子たち、オゴデイウルスとは、チンギスカンの第三子で、モンゴル帝国第二大皇帝となったオゴデイを始祖とする王家によって支配されたウルスである。13世紀初頭に成立し、15世紀初頭までは残存していたとされる。かつては類似した概念として、オゴデイ反国という呼称も用いられていたが、 研究の進展により現在ではほとんど用いられることがない。オホデイウルス及びオゴデー・ハン国という呼称は共に創始者オホデーの中から取られているが、当時の資料にある用語ではなく、歴史家による通称である。かつてのモンゴル史研究では、中央アジアのエミル川流域を中心とする地域に、13世紀前半から1306年までオゴデー・ハン国という政権が一貫して、 存続していたと想定されていた。この、オゴデハ反国という概念は、当時の資料に見える、オゴデイのウルスという用語を念頭に置いたものであるが、そもそもウルスと、近現代的な国家では異なる点が多く、単純に、ウルハン国とすべきではないという批判が、近年のモンゴル史研究者から唱えられている。また、特に、オゴデイ家のカイドが治めた政権を指して、 オゴデハン国と呼称することもあるが、カイドゥの率いたウルスは事実上彼が一代で築き上げ、旧来のオゴデえウルスにとどまらない国家へと発展させたものであることが近年の研究によって明らかにされている。また、フレグウルスで編纂された終始でカイドゥの治める領域がペルシア語でカイドゥの国と呼称されていることやカイドゥの君主としての称号も反ではなく、 二位を意味する赤と呼ばれていたことなどを踏まえ、近年の研究では、カイドゥの治める政権を、オゴデイハン国ではなく、カイドゥの国あるいは、カイドゥウルスと呼称するのが、一般的である。14世紀以後のモンゴル帝国における、ウルスの分立1206年に、チンギスカンによって創設された、大モンゴル国、イエケモンゴルウルスは、チンギスカンの一族によって支配される、 一族ウルスやチンギスカンによって再編成された千人体といった複数の遊牧集団が大漢の統礼の可決集する巨大な政治的連合体であった。チンギスカンが自らの諸子、小党とに領民、領地を分け与えて成立させた一族ウルスはイエケモンゴルウルスの縮小版とも言うべき存在であり、それ自体が複数のカイウルスを有する遊牧集団の 連合体であった。そしてオモデーウルスもまた、このようなチンギスカンの一族が治めるウルスの一つであった。この一族、ウルスは強固な内的結束を有するわけではなく、あくまで一人の党首を共通の名手とする同族政治グループとでも言うべき存在であった。それゆえ、モンゴル帝国内の清争、内乱に際してある。 ウルスの中でそれぞれ違う派閥に組みする集団が複数存在することもしばしばあった。報じするように、オゴデイウルスはとりわけその傾向が強く、グユクシ後の清掃では、シレムンオをすぐゆくウルスとモンケハについたコデンウルスが対立するといった事例が見られた。このようなオゴデイウルス内部の対立は、カイドウルスの解体まで存続してゆく。ウルスは一般的に、 国家と訳されるものの本来の意味は、人々の集団であり、オホデー・ウルスも、本義としては、オホデーの国ではなく、チンギスカンによって分け与えられた、オホデーの有する、遊牧民集団を意味する。ウルスが、一般的な国家間と決定的に異なる点は、領地ではなく、領民をその根幹とすることである。チンギスカンから諸し、小党とへ分与されたのはあくまで、人々であって、 領地や国家ではなかった。遊牧民にとって、ウルスとは、人々の集まりを第一義とするものであり、領地はそれに次ぐものであった。このような、ウルスの特徴は、モンゴリア以外の領土を分割する際にも影響を与えた。河北の近朝、江南の南宋を滅ぼした後、モンゴル帝国は、征服地を東海領々として、省王、交進に分割していたことが知られているが、 この10量の分割は、核ウルスの有する遊牧民の人口を基準に決定されていた。省は、自らの有する遊牧民の約10倍の人口を有する地方を、更新は約5倍の人口を有する地方をそれぞれ10日として与えられているが、これはまず与えられる領民が決定され、叱る後に与えられる領土も決定された章差である。このような基準に従って、 シンギスカンの時代に4つの千人体を有する、オゴデウルスには45,945 45個を有する最強炉が与えられ、オゴデイカーンの時代に4つの千人体を有する古伝、ウルスには47,741個を有する東昇炉が与えられている。また、モンゴル社会では逆に領地を失っても、領民を失っていなければ、ウルスは存続しているとみなされていた。 14世紀初頭にカイドの国が解体すると中央アジアの領地を失ったオゴデー家の将は大元ウルス領内に移住したが大元ウルスからは独自の処分を有する将として把握されていた。チンギスカンの征服活動オゴデーウルスが成立したのは1207年から1211年にかけてのことでモンゴル帝国が成立してから間もなくのことであった。チンギスカンは 自らのモロコに1万2000の兵とモンゴリア西方の領地を、小唐都に同じく1万2000の兵とモンゴリア東方の領地を与え、それぞれ帝国の右翼、左翼と位置づけた。オホデーには、イルゲーノヤンのジャライル専人隊、デゲーノーヤンのベスト専人隊、イレクトエのスルドス専人隊、ダイルのコンゴタン専人隊からなる4つの専人隊が分布され、これが、 オゴデイウルスの原型となった。オゴデイウルスの最初の報道は北方を、ジョチウルス、南方を、チャガタイウルスに囲まれたアルタイ山脈中部から、ウルングー川一帯にあった。長春新人最勇期には、長春新人一行は、中秋の日にアルタイ東北にいたり、しばらく駐留した後再び南行した。その山は、広大、深谷で長い坂道があり、かつては、 車で行くことができなかった。三大使が軍を出し、初めてこの道を開拓したのであるとの記述があり、チンギスカンは、アルタイさんを越え西法につながる、交易路の開拓、管理を任せる、意図のもとオゴデイにこの領地が与えたと考えられている。1219年、中央アジア遠征が始まると、チンギスカン率いる本隊はオゴデイが開拓したルートを、たどって西法に進軍し、 オゴデイも、この遠征で、アルタイ山脈の再録イルティシュガーの上流を得た長径女地と、天山山脈の入り川渓谷を得た時系、チャガタイの両ウルスの中間、エミル川流域のジュンガリア盆地一帯を新たに、領土に加えた。これ以後、世界征服者氏が、後継者、オゴデイの王帝は、父の財政の間はエミル及び子僕にある彼のユルトで、あった、と述べるように、 オゴデイウルスの本拠地は、夏エイジを、エミル、東エイチを、古木とする一帯に置かれるようになる。また、エミル古木地方の他にもオゴデーは、緊張遠征の先行として、三世の大道一体を、聖火遠征の先行として、清涼一体を新たに領土として与えられている。これらの領土は14世紀末に至るまで、口家や古伝家など、オゴデイウルスの遊牧地として存続することとなる。 チンギスカンの死後、遺言によってオゴデイがカーンに即位すると問題になったのが、マッテイ、トゥルイの存在であった。オゴデイがわずかに4000人体しか継承していなかったのに対し、トゥルイは父直属の101の1000人体を継承しており、有する領地、平数はオゴデイより、はるかに上であった。そこでオゴデイは、オゴデイウルス及びトゥルイウルスに多数の変更を加え、 自らの立場を強化した。まず、オゴデイは、自らの直轄する4000人体を、所長しぐゆくに委ね、トゥルイウルスの中から自らに直属する1万の、化粧を組織した。もともと、チンギスカンが率いていた1万の、化粧はそのまま、トゥルイと縁の深いものばかりであったので、新編成された化粧の体調はすべて新しく、選抜されたものばかりであった。次に、オゴデイは、 トゥルイウルスから四千人体を引き抜いて、自らの息子、古伝に与え、かつて、聖火遠征時に、自らの領地としていた領州一帯に、古伝ウルスを成立させた。事実ウエトゥルイ家から牧民を奪うという、この措置には、チンギスカンの定めた国体を覆すものだ、という批判がのやんたちの中から起こったが、トゥルイのカフソルカクタにべきがのおやんたちを説得し、納得させたという逸話が残っている。 また、自らの後継者と位置づけていた口を、南総攻略の司令官に任じると同時に、かつて近朝遠征時に、自らの領地としていた山西南部に、口ウルスを成立させた。口のウルスはかつて、オゴデウルスが、中央アジア遠征補助のため進軍ルート上に、設置されたのと、同様、南総遠征の進軍ルート上にある一帯に、設置されていた。さらに、これと、 並行して左手の後等下に代表される独立性の高いノヤンたちをトゥルイウルスから切り離して独立したウルスと認めるといった施策もいった。以上の措置によりオゴデイウルスはグリュクウルス、コデンウルス、クチウルスという三つのカイウルスを有するモンゴル帝国内における最大勢力に成長した。一方トゥルイウルスに犠牲を強いる形で 自身の勢力を強化したことは、オゴデイ家とトゥルイ家の遺恨を生み、オゴデイ死後の定位をめぐる内紛を誘発することとなった。グユコンゴデイカーンの死後、モンゴル帝国では、後継者をめぐって激しい戦争が繰り広げられた。オゴデイの知性に不満を募らせていたトゥルイ家では、トゥルイの長子モン家を後継者候補に擁立し、モン家と仲の良いバトゥ率いるジョチ家もこれを支持した。 一方、オゴデイ家では、後継者と目されていた口が創生していたため、オゴデイの所長シグユクを、後継者候補に立て、チャガタイ家もこれに協力した。全体としてみると、オゴデイ時代の繁栄を維持しようとするオゴデイ家、チャガタイ家連合と、これに反発するジョチ家、トゥルイ家連合によって、モンゴル帝国の派閥は二分されることとなった。1246年のクリルでは、 オゴデイのカフドレゲネの強い後押しによって一旦は、グユクがカーニーについた。しかし、帝国の重鎮タルバートは、グユクの即位を認めておらず、帝国全体の総意として即位したオゴデイに比べ、グユクの立場は、はなはだ不安定なものであった。そのため、グユクは、オゴデイのように新たに、ウルスを創設することもなく、オゴデイ・ウルスは、オゴデイ時代とさして変わらないままに留め置かれた。 二年後の1248年に、グユクは、エミルの自分の所領に巡行中に休止したが、オリシも、ジョチウルスのバトゥも、東方へと移動しており、この時、オゴデウルスとジョチウルスの間で、軍事衝突が起きる寸前であったのではないか、とする説も存在する。グユクの死後、1251年のクリル隊で、バトゥとソルカクタニの後押しのした、今度こそモンケが、カーニーに着いた。 門家の即位直後、オゴデウルスの有力者たちの間で口の息子、シレムンを簡易につけんとするクーデター計画が進められたが、露見して多くの者が捕獲、処刑された。この一連の政変によって失脚した有力者は多く、イルゲイやジェルメといったチンギスカン時代からの著名な将軍でありながらその子孫が残っていない人物は、 この時オゴデー家側について没落してしまったものと考えられている。モンケセルノヤンによるオゴデイ諸氏の審問、処刑シュレムンのクーデター計画鎮圧をきっかけとして、モンケはかつての性的たるオゴデー家、チャガタイ家の大弾圧を行い、オゴデイウルスはオゴデイグユク時代に比べ大幅に弱体化した。ただし、モンゴル帝国の伝統として、チンギスカンの定めたウルスは、 時のカーンであってもなくしてはならないという不分律があり、オホデウルスそのものが消滅することはなかった。原始の記述によると、モンケカーンの命によって、オホデー昭和の領土は以下のように定められていたという。二年水のエネ、夏、中筆割りん。分け、戦勝王各所、各丹羽別石八里地、別流用事的、石川、海東海王立地、 別寺歌う曲字ただち、脱脱用つ立地、猛火と及び、体操皇后骨佐と骨町にお広む短所拠地の西。1252年夏、モンケカーンはカラコルムに泊まった。省を各所に分け移し、カダーンをビシュバリクの地に、メリクをイルティシュ川に、カイドウカヤリクの地に、ベルケをグルジャの地に、トタクをエミルの地に、モンゲトゥ及び、 大層皇后骨里吉骨長にを古殿の居住地の西に定めた。原史巻さん剣本儀この措置に対して従来はオゴデー王族の辺境への優秀であるモンケ即位に協力したオゴデー王族への論功交渉であるという全く異なる二つの評価がなされてきた。しかしモンケカーンによる施策で最も注目すべきはオゴデーウルスを統括する存在が認定されず、 オゴデイ諸子のウルスがそれぞれ個別に独立した、ウルスとして認定されたことであった。そもそもウルスは、代替わりのたびに分割継承されていくものであり、ウルスの分割相続自体は自然なことである。問題なのは、オゴデイウルスの分割相続が、門家の名のもとに行われたことで、これは、オゴデイウルス全体を統括するものの喪失、事実上のオゴデイウルス分割を意味した。 なお、上記のオゴデイー書士の中で、カダアン家とコデン家のみは、他のオケと異なりモン家即位に協力しており、結果として、モン家の報復人事を免れていた。カダアン家とコデン家の領地は、オゴデイウルスの中でも東方に位置しており、そのためこの時点で、オゴデイウルスは東方に位置する親、トゥルイケ派と西方に位置するハントゥルイケ派に分裂していたといえる。この親、トゥルイケ派と、 ハントゥルイケハの分裂は、オオモットウルスとカイドウルスの対立にまで継承されることとなる。以上のようなモンケカーンによるオゴデウルス分割は、当然ながらオホデーショーウオ家の不満と反発を呼び起こし、14世紀初頭にまで続くカイドの乱、カイドウルス成立の原因となった。モンケカーンによるオゴデウルス分割に不満を抱いていたオホデーショーウオ家にとって、 転機となったのが、門家の死に伴う、定位継承戦争の勃発であった。定位継承戦争に直接巻き込まれたのは、東方の親、トゥルイケハタル、カダアン家とコデン家のみであったが、中央政府の手の届かない中で、ハントゥルイケハの称号で王家は、独自に勢力を拡大していった。その中で、最も実力があり、野心も大きかったのがカシアの海イであった。海イは、 家畜が痩せていることを理由に、定位継承戦争後3年にわたって、クビライの下を訪れることを拒み、さらにオルダウルス投資古日の協力を得て、勢力を拡大していた。定位継承戦争後、中央アジアではクビライ派に立ったチャガ大家のアルグが最も有力であったが、そのアルグが1266年に急死するとこれを後期と見たカイドは古日の協力を得て、 アルタイ山脈を越えて、モンケケのウルンタ種のウルスを攻撃し、これが長く続く、カイドゥの乱の幕開けとなった。カイドゥは、オゴデウ家の中でも非主流の出自であったが、クビライへの戦線布告後多くのオゴデイ継承が、カイドゥの下に集結した。その中にはかつて天意継承戦争で、クビライに味方した、グユク家の北やカダワン家のキップチャクラの姿もあり、カイドゥは、グユクウルス。 カシウルス、メリクウルスといった、西方オゴデイウルスの大部分を三加に収めることとなった。一方、クチウルスやコデンウルスといった、東方オゴデイウルスは、大元ウルスの統治下に収まり続けたが、クチュケの特力が、シリギの乱に乗じて六皿山で拒兵するなど、クビライ政権に逆らい、カイドに味方する者も,も存在した。西方オゴデイウルスを率いるカイドにとって、 元気となったのが、チャガタイウルス当首、バラクの首都、モンケケ、アリクブケケ賞によって引き起こされた、シリギの乱であった。バラクが亡くなるとカイドは、傀儡君主を立てて、チャガタイウルスを事実上乗っ取り、チュベーラ藩、カイド派の将は、オオモットウルスに亡命することになった。ここにおいて、チャガタイウルスも、オゴデウルスと同様に、カイドに従う、正法。 チャガタイウルスとクビライに従う、東方、チャガタイウルスに、東西分裂することになった。また、シリギの乱では反乱そのものは、失敗に終わったが反乱に参加したモンケケ、アリクブケケの将が、自らのウルスと共にカイズの勢力圏に参入し、これによって、カイズの支配圏は、アルタイ山脈を越えて、モンゴル高原の半外山一帯にまで広がることとなった。そのため、 これ以後カイドウルスとオーモットウルスの戦争の主戦場は中央アジア方面からモンゴル高原西方に移ることとなる。ここに至り、カイドの支配する勢力は、西方、オホデウルス、西方、チャガタイウルス、アリクブケウルスという三つの大きなウルスからなる独立した政権へと成長した。この政権を指して、マルコポーロは、オートルキー国、州市は、 カイドゥの国と呼称しており、現代のモンゴル史研究者は既存のオゴデウルスの枠に収まらない国家であるという点を踏まえこれを、カイドゥの国、カイドゥルスと呼称する。カイドゥルスと大元ウルス間の戦争の主戦場となったアルタイ三味役、クビライの存命中は、大元ウルスとカイドゥルスとの間の戦線は、こ着状態にあったが、1294年のクビライの死をきっかけに、 事態は急変する。1296年に、アリクブケケの呼ぶくる、モンケケのウルス部からが、カイドウルスを見限って、大元ウルスに投降するという事件が起こり、大元ウルスは、政治的効果を狙って、両者を厚遇するとともに、帝国各地に、この一件を、大々的に宣伝した。このような情勢に、危機感を抱いたカイドは、大元ウルスに対して、大攻勢に出、 1298年には、ネイオーココチュラが率いる大元ウルスのモンゴリア、チュートン軍がドゥア軍に大敗を喫し、大元ウルスの対カイル戦線は、危機的状況に陥った。しかしココチュに代わってカイシャンが、対カイルウルスの司令官に抜擢されると、カイシャンは、モンゴリアの諸将の人心をよくつかみ、カイルとの戦闘で次第に優位に立つようになる。 大元ウルス軍の圧倒的な物量とカイの奮戦によって、カイドゥ軍は劣勢に陥り、ついに1301年に行われた鉄桂陸の戦いで、カイドゥは焼き図を追って退却し、間もなく亡くなってしまった。カイドゥの死後、西方、チャガタイウルス投手ドゥアの後ろ盾の下カイドゥの、息子チャパルがカイドゥの後を継ぎ、両者は、大元ウルスに対して、優和策に出た。ところが、ドゥアは、 独自に、オオモトウルスと講和を結び、中央アジアからオゴデイウルスを駆逐しようと格索した。こうして1306年、東方から海山シ率いるオオモトウルス軍が、南方からドア率いるチャガタイウルス軍が、西方、オゴデイウルスに攻め込み、ジャパルラオゴデイ継承王は、両勢力に攻撃されることになった。この時の戦況を、原始は、以下のように記述する。 大徳十年七月、自脱骨思え県の地位安大山、追犯王あつら思う、えその妻ど市長、出犯王なり孫ハゲやとおび馬白馬を。八月、至りなり里的室の地、受け、諸公大はげまん、灯り鉄牧寺、アロハイ投稿。海、宮古ゆきこさ八字刀をとがわらぶ、人へその家族へ調。中東安大山、高王ハゲ局、滅又、藩。 予先輩の北編出大ら。1306年7月、カイシャンは脱骨死の剣の地より、アルタイ山を越え、藩王を下ろすを追い、その妻と市長を獲得し、藩王、イエスウン・トゥアラ及び、ウマバヤンを捕らえた。8月、イルティシュの地に至り、諸行オトトマン・メリクテムル・アルグイラの降伏を受けた。カイズのコチャパルは、トゥバブに逃れ、チャパルの家族、英長はすべて捕らえられた。 冬は、アルタイ山に駐留したが、河野とクメが、再び反乱を起こしたので、戦って、これを破り、北辺はすべて平定された。原始巻22武装本義1個の記述に見られるように、グリュクウルス、クチュウルス、カダーンウルス、メリクウルスら、カイの国に属していたオゴデイケイショウルスは、カイシャンの遠征によって残らず、大元ウルスに降伏することになり、原始の記述によると、 大元ウルスに降伏して、モンゴル高原に移住してきた牧民の数は100万を超えたという。唯一カシアのチャパルのみは、ドゥアに投降して、中央アジアに残っていたが、1307年のドゥアの地をきっかけに、再び放棄するも破れ、ついに大元ウルスに投降した。こうして、オゴデウルスは、中央アジアから一掃されることとなり、かつて、 オゴデイウルスの遊牧地であったジュンマルボン地一帯の大部分はチャガタイウルスに征服されるに至った。この西方オゴデイウルス征服を経てチャガタイウルスは中央アジアに独立した政権を立てることになり、これを後世チャガタイハン国と呼称する。しかし近年の研究ではチャガタイハン国は単純にかつてのチャガタイウルスを復興させたものではなく、 カイドが建設したカイドの国をそのまま受け継いだものであることが明らかにされている。なお、この1306年の戦争によってオゴデハン国は滅亡したとされることもあるが、口述するように投降後のオゴデイ継承は大元ウルスの統治下で自らのウルスを率いて生活しており、この時オゴデイウルスが滅亡したわけではない。オルクテムルカアンオ元ウルスに降伏したオゴデ家の 小ウルスは小規模ながら存続を認められ、大元ウルス領内の各地で遊牧生活を送った。大元ウルスの統治下で、オゴデウ家の小は王号を与えられたが、王号はオゴデへの六子の系統ごとに全く異なる名称が与えられていた。これは、ン家時代の方針を受け継いで、オゴデウルスを六子の系統ごとに存続させようとしたためであると考えられている。ただし、 各オゴデー系ウルスの規模は、以前に比べてはるかに、小規模であった。例えば、グユク家のオルジェイエブゲンの、モンゴルミンは280個余りであったという。また、オオモトウルスに移住したオゴデー系女王の多くは、三世火星一帯に居住しており、三世のクチウルスや火星のコデンウルスといった、オオモトウルスに泊まり続けた、東方、オゴデーウルスの遊牧地に収容されていたものとみられる。 ただし、オゴデーのバッシメリクのウルスの実は、別格で、原始によると、イルティシュカ流域に、数十万の大群勢を用していたという。これは、イルティシュカ流域が、エミルコボク地方などと違って、ドゥアに併合されなかったこと、イルティシュカ流域が、チンギスカンによって分布されたオゴデーウルスの、初放置であったことなどが理由とみられる。1361年には、 メリク期のアルグテムルがこの地で反乱を起こしており、14世紀後半に至ってもオゴデイウルスはイルティシュ下流域で少なからぬ勢力を残していたと見られる。大元ウルスの北戦後1402年に即位したオルクテムルカーンはオゴデ家出身の人物であった。オルクテムルの本拠地はかつてオゴデイウルスの一部であった火星方面にあったと見られ、15世紀。 初頭まで火星では、オゴデウルスの一部が残存していたことが確認される。オルクテムルの息子、アダイモカーンに即位したが、トゴン大使率いるドルベンオイラトに敗れ、本領の火星地方もオイラトに占領されてしまった。これ以後、オゴデウケの人物が、資料上に現れることは少なくなり、オゴデウルスがどのように変化していったかは不明となる。なお、岡田秀弘は、 オルクテムルカーンの息子、アダイカーンは、モンゴル高原の遊牧民の再統合を果たし、モンゴル中高の祖と称されるダヤンカーンの曾祖,祖父、アクバルジジノンと、アダイカーンを捕殺して即位したトクトアブハ、ダヤンカーンの先代マンドゥールンハーンの三兄弟の父、アジャイ・タイジと同一人物であるという説を主張している。この説では、ダヤンカーン一族は、オゴデウの光栄となり、 トクトアブハとアクバルジジノン、マンドゥルン・ハーンは、オルクテムル・カーンの孫たちとなるは、オルクテムル・ハーンの元に出資していた過去を持っている。オルクテムルが殺害され、アリクブケキのウルジェイ・テムルがハーンに即位すると、1409年に、ミンに投降した。トクトアブハは、ミンに基準した後、完縮編境のエジンネに居住する。これ以外に、 徳とアブハとオルクテムルカーンの関わりを示す記録はなく直系の血縁関係にあるとは明示されていない。徳とアブハはジップを殺害してハーニーについたことになる。しかし、中国で編纂された民史万歴部公録ではアジャイ大治の長男徳とアブハはオゴデイの弟、トルイの四男、クビライを子祖とする元の王家の出身とされている。実際、 1442年に、徳とアブハが、李氏朝鮮の清掃に当てて出した書簡では、クビライの子孫を自称している。1368年に、元が民の構成によって、中国の保持が困難と判断して、モンゴル高原に北走した時からダヤンカーン以前の時代には、範囲が頻繁に交代するなどの政治的混乱のために、チンギスカーン一族の記録や伝承が混乱しており、 チンギスからダヤンに至る系譜は確実ではないことも確かである。ただ、傍傷や後の時代の系譜書から、歴史家はダヤンカーンがクビライの後営に当たると考えている。この説を補強するものとして、ブヤンデルゲルは、ウハート・ハーンからダヤン・ハーンに至る北元時代のミカド系について考察し、ウハート・ハーン、ビリクト・ハーン、ハルグチク、ホン・タイジ、アジャイ・タイジ、 アクバルジジノン、ハルグチュクタイジ、ボルフジノン、ダヤンカーンという一本筋の通った系図を描けると、想定しているの息子で、ダヤンカーンの祖先と位置づける、モンゴル年代記の記述とも一致している。グユクウルスの位置したジュンガルボンチコデンウルスの中心地の一つ、両州クチュウルスの中心地、ロシュウ一帯カダーンウルスの中心地、ビシュバリク一帯メリクウルスの本拠地イルティシュガワ一帯。 ありがとうございます。